ゆうまさんと事務所で二人きりになるのはこれが初めてですね。ああ、確かに言われてみればそうですね。そうだ、せっかくだからコーヒーでも入れましょうか。あ、それとも紅茶の方が。どっちがどっちでしたっけ。え、どっちがってどういう意味ですか。なんと言えばいいのでしょうか。色が濃いのと薄いのと、どっちがコーヒーでどっちが紅茶でしたっけ。え、色が濃いのがコーヒーです。ああ、そうでしたね。言われてみたらそんな気がしてきました。でも困ったものですね。私こんな感じでよくどっちがどっちかわからなくなってしまうことが多くて、コーヒーと紅茶もですし、エレベーターとエスカレーターも、それに右と左、あさってとおととい、どっちがどっちかわからないものだらけなんです。それは大変ですね。あ、他にもこんなこともありました。私つい最近まで慰謝料のことをお医者様にお支払いするお金だと勘違いしていたんです。それはちょっと今までのとまた違いますけど。とんでもない天然だね。こんな感じで今までよく生きてこれたもんだよ。ふぶきさん、他にもそういう勘違いが原因で困ったことってありましたか。困ったことですか。なんだかんだでなんとかなってきたことばかりですが。あ、そういえばあれは困ってしまいましたね。何ですか。よければ聞かせてもらえますか。はい、もちろんです。あれは私が10歳くらいのことでした。私のお屋敷の近所に空を飛べる高校生がいると噂になったんです。私はぜひ会ってみたいと思ってその方のところを訪ねたのですが、なんとその方は飛行少年ではなく飛行少年だったのです。そんな漫談みたいな。でも困ったのはここからなんです。そのお方は不良というよりも過激派と呼ばれる方だったらしく、私がクロックフォード家の娘だと知ると私を拉致して立てこもってしまったのです。立てこもり?はい、そうして政府に要求を出したんです。私を無事に返してほしければ憲法を改定しろと。それでどうなったんですか。私も昔のことなのでよく分かっていないのですが、結局法律をちょっと変えるということで私は釈放されたようです。法律をちょっと。さすが超探偵。いや、クロックフォード家の人だからか、エピソードもぶっ飛んでるな。コーヒーと紅茶なんかで心配していた自分が恥ずかしく思えてくる。キャッキャッキャー、ご主人様と吹雪との絆が深まったね。今日は付き合っていただいてありがとうございました。ゆうまさんのおかげで人生初たこ焼きデビューできました。いえ、一緒に食べただけですから。でも吹雪さんがたこ焼きを食べたいだなんて意外でした。え、
なぜ意外なのですか？まさか私の顔がたこ焼きに似ているので共食いだとでも？そんな失礼な話じゃないですよ。別に似てないですし。だって吹雪さんってすごいお嬢様なんですよね。この前もそのせいで拉致されたって。それなのにたこ焼きが食べたいだなんて意外だなって思って。ああ、そういう意味でしたか。ですが私はそんなにお嬢様ではありませんよ。生活も至って普通でしたし。そんなことないと思いますけど。そうですかね。至って普通だと思いますけど。あ、それじゃあいくつか質問させてください。そうしたら吹雪さんがどんな生活をしていたか想像がつくと思うので。なるほど。それでユーマさんが満足するのなら3サイズでも暗証番号でも何でも聞いてください。いえそんなのは聞かないですけど。じゃあまずは手始めに、ご実家に部屋の数はいくつありましたか？部屋の数ですか。そんなことを考えたこともありませんでした。まずはキッチンが1、2、3、4、5。あれ、わからなくなってしまいました。すみません、大きい数を数えるのはあまり得意じゃなくて。いえ、今ので十分です。もうこれ以上質問を続ける必要もないけど、なんだか少し面白くなってきたな。じゃあ次は、ご両親はどんな車に乗っていました？車ですか。あいにく私の家に車というものはありませんでした。え、そんなはずは。車って分かってますか？あの四輪で道路を走っている。はい、この街でも見かけますよね。ですが私の家にはあんなに小さくて可愛い移動用の小屋はありませんでした。移動用の小屋？きっと吹雪さん家の車は大きさから何から桁が違うんだろうな。じゃあ最後に、今までにもらった一番高価なプレゼントって何でしたか？プレゼントですか。そうですね、一番高価だったかどうかは分かりませんが、一番嬉しかったのは家族で星を見たことでしょうか。え、星？私が誕生日を迎えたその日、とても大きな星が輝いているとお父様が教えてくれたのです。それをお父様とお母様と見て、その時間が私にとって一番のプレゼントでした。私の両親は忙しい人で、普段あまりそのような時間はなかったので。あれ、どうされましたか？いえ、なんだか自分が恥ずかしくなって下世話なことばっかり質問してしまって。吹雪さんがどんなにお金持ちでも吹雪さんは吹雪さんなのに。私は私？確かにそれはそうですけど、ユーマさんは私をどんな人間だと思っているのですか？僕が吹雪さんをどんな人間だと思ってるか。それはもちろん。素直な人です。お金持ちとか天然とか他にもいろいろと要素はありますけど、なんていうか吹雪さんの軸にあるのは素直さだと思います。
私が素直かどうかはともかく、そう言ってもらえて嬉しいです。素直ですよ。じゃなかったら親御さんと星を見た時間が一番のプレゼントだなんて。あ、でも思い出しました。その後でその星をお父様に買ってもらったんです。え？一番高価かどうかは分かりませんが、一番大きなプレゼントであることは間違いないですね。こんなに素直に驚けるってことは、記憶を失う前の僕はきっと庶民だったんだろうな。キャッキャッキャ、ますますご主人様と吹雪との絆が深まったね。今日は付き合っていただいてありがとうございます。おかげでいい冒険になりました。大げさですよ。ただ散歩に付き合っただけじゃないですか。いいえ、ユーマさんにとってはただの散歩でも、私にとってはれっきとした冒険でした。自動販売機を使うのも、野良のネズミさんを見るのも、私は今日が初めてでしたから。そうですか。さすが吹雪さん。お嬢様育ちの吹雪さんにとっては僕らの日常も冒険なんだな。だったら他の冒険もそんな感じなのかね。あの、吹雪さんって冒険家兼探偵なんですよね。今までどんな冒険をしてきたんですか？どんな冒険をですか？はい、今までで印象に残っている冒険について教えてもらえますか？そうですね、それだとやはり初めてスーパーマーケットに行ったことでしょうか。あ、つまらなそうな顔をするのはまだ早いですよ。ご存知ですか？スーパーマーケットには何百何千じゃ効かない商品が並んでいるんです。それなのに店員さんは全ての商品の位置を把握しています。一体どのような訓練を受けているのか、ちっとも見当がつきません。私の推理では、スーパーマーケットの店員さんは脳のある領域が異常に発達しているのかも。どうです、ドキドキしませんか？すみません、スーパーにはあまりドキドキは感じません。そうですか。キャッキャッキャ、やっぱりね。それではこれはどうでしょう。アマゾンの裸族に潜入調査で紛れ込むも、正体がバレてしまった時の話なんですが。そんなことが？はい、どうかされましたか？いや、いきなり冒険らしい冒険の話が来たので。なるほど、これはユーマさんにとっても冒険なんですね。勉強になります。っていうか、そんなことより魔族への潜入調査がバレたって。大丈夫だったんですか？危ない目にあったりとか。はい、意外と優しい部族の方で、潜入調査がバレてからもよくしていただきました。たとえ潜入調査だろうとなんだろうと、裸を見せ合えば家族も同然だと。裸を？それは良かったです。いうか、吹雪さんにとってはスーパーもアマゾンも裸族も一緒くたに冒険なのか。吹雪さんの感性はそこが見えないな。キャッキャッキャ、ますますご主人様と吹雪との絆が深まったね。
そういえば吹雪さん、前から機会があったら聞きたいと思ってたんですけど。はい、何でしょう。ユーマさんになら暗証番号でも何でもお教えしますよ。いや、暗証番号はさすがに、そうじゃなくて、吹雪さんのクロックフォード家について教えてもらいたいと思って。以前少し聞かせてもらいましたけど、まだあまりピンときてなくて。なるほど、私のお家についてですか。ええ、構いませんよ。私にわかることなら何でもお教えします。ですが、ユーマさんは私の家についてどのくらいご存知だったんでしたっけ。確かクロックフォード家は、確か世界の標準時を管理しているんですよね。はい、その理解で間違いありません。そもそもなんですけど、世界の標準時を管理しているってどういうことですか。壮大すぎてあまり想像がつかなくて。なんと説明したらいいでしょうか。例えばリンゴのことをリンゴと呼ぶと決めている、そう言ったらわかりやすいですかね。いえ、余計にわからなくなりました。あれ、そうですか。でしたら別の説明をしますね。世界の標準時を管理しているとは、つまり今が西暦何年の何月の何日何時何分何秒か、それを管理しているということです。極論、クロックフォード家が決めれば現在の西暦を10年進めることも逆に戻すこともできます。それってとんでもない権限なんじゃ。そうですね、世界中の人間を老いさせることも若返らせることもできるということになりますから。もちろん数字の上だけでの話ですけどね。なんかすごすぎて頭がついていかないです。それって悪用しようとすれば世界をめちゃくちゃにできませんか。はい、めちゃくちゃどころかボロボロのボコボコにできます。ですがもちろんクロックフォード家はそんなことはしません。逆に言えばそんなことが起こらないように世界の時間を守っているんです。世界の時間を守る、すごい使命ですね。ええ、我が家のことながらとんでもなく重い責任です。ゾウさん100匹分でもまだ軽いくらいです。でもそんな重大なことを任されている一家なのに、よく娘さんを世界探偵機構に入れましたよね。いくら社会勉強のためとはいえ、あまりにも危険すぎないかなって。確かにおっしゃる通りです。まだ正式には命じられていませんが、おそらく両親は私を次の当主にしようと考えています。次期当主候補を世界探偵機構に入れるだなんて正気の沙汰ではありません。あ、吹雪さんもそう思うんですね。はい、でも仕方ないとも思います。だってほら、私は抜けているところがありますよね。ところしかないよね。それは少しそうかもしれませんね。こんなすっとぼけている娘に世界の時間は任せられない。このまま世間知らずでいられるくらいなら生きるか死ぬかで外に出した方がいい。両親はそう思い切って私を世界探偵機構に入れたのだと思います。そんな。
当然のことです。私の命よりもクロックフォード家が続く方が世界にとっては大事ですから。そんな残酷なことをさらっと言うなんて。きっと吹雪さんは他にもクロックフォード家の娘だからって、一般人には考えられない境遇に何度もさらされてきたんだろうな。でもお父様とお母様の考えは正しかったです。はい？世界探偵機構に入っていろんな社会のことを知って、私は見違えるように成長しましたから。きっと世界探偵機構に入る前と今とでは私は別人レベルに変わっているはずです。今よりもさらに抜けている吹雪さんか。なんだか想像するのが怖いな。キャッキャッキャー、ますますご主人様と吹雪との絆が深まったね。すみません、ユーマさん、急に呼び出したりしてしまって。いえ、でもどうしたんですか？話があるだなんて。それなんですけど、もしかしたら私はユーマさんのことが恋愛的に好きなのではと思いまして。え？あら、よく聞こえませんでしたか？それでしたらもう一度、私ユーマさんのことが恋愛的に好きなようです。なんだかユーマさんのことを考えると胸がポカポカするのに切なくって、これは俗に言う恋愛感情なのかもしれないと思いまして。そんなのありえない、ありえないですよ。きっと何かの勘違いか気の迷いに決まっています。だって吹雪さんみたいな魅力的な女の人が僕みたいなのを好きになるなんてことが。あら、そうですか？ユーマさんは魅力的な男性だと思いますけど。いや、そんなことを。ちょっと、まざらでもない顔しないの。ただ、今日は告白をしようとユーマさんを呼び出したわけではなくてですね。もしもこれが恋愛感情ならば、ユーマさんにお礼を言わなくてはと思いまして。え？お礼？というのもですね、私は今まで誰のことも恋愛的に好きになったことがないんです。私には幼い頃から許嫁がいまして、そのことから自分は恋愛をしてはいけない人間なのだと無意識で自分を制御していたんです。恋愛に憧れながらも恋愛をしてはいけないと。私はこれから一生誰のことも好きになれないのか。小さい頃からそんな風に自分で自分にがっかりしていたのですが、でも私はこうしてユーマさんのことを好きになれました。だから私に恋愛感情を抱かせてくれてありがとうございます。そういうお礼を言いたかったんです。はい、それならお役に立てて何よりです。いや、でも待ってください、許嫁さんがいるんですよね。だったら相手が誰だとしても恋愛感情を抱いても悲しくなるだけなんじゃ。いえ、許嫁のお話はきちんとお父様にお断りすると決めましたので。え、そんなこといいんですか？なんていうか、
クロックフォード家の決まりなのに。もちろんクロックフォード家のしきたりを守ること、両親の言いつけを守ることは大事です。私は今までそれを何よりの最優先事項として生きてきました。でも自分の未来は自分で決めなくてはいけません。夜行探偵事務所で皆さんと一緒に働くうちにそんな風に思えるようになったんです。そうですか。自分の未来は自分で選ぶ。ふぶきさんがそんな風に思えるようになったことが自分のことのように嬉しい。でも嬉しいけど、でもやっぱり僕のことを好きっていうのは何かの間違いなんじゃ。そうですかね。確かに私も恋愛は未経験ですし、はっきりと断言できるわけではないのですが、それでしたらこれでどうでしょう。もしもこの気持ちが恋愛感情なのだとはっきりと分かったら、その時はその改めて告白させていただいてもいいですか。まあもし万が一本当に恋愛感情だなんてことがあれば。ありがとうございます。それじゃあそれまでに告白の答え考えておいてくださいね。もしかしたら僕がクロックフォード家の跡取りに。そんな未来もありえるのか。いやいや、恋愛感情っていうのは結局吹雪さんの勘違いのはずだ。勘違いだよな。キャッキャッキャー、ご主人様と吹雪との絆が最高に深まったね。よかったねご主人様、俺様ちゃんも嬉しいよ。